先輩とこう2期生とかの、あの混ざったユニットがたくさんできたので、すごい楽しかったです。はい、ね、私も DMM 見てたけど、可愛かった。衣装もさ、うん、そう仮装みたいになってたよね。サラ、サラあれは何だったの？私はよく分かってないんですけど、可愛かった。似合ってた、民族じゃん、民族、そう、似合ってたよ、うん、みんなありがとうはい、ということで先ほど昼公演を終えたばかりなんですけど、うんうん、はい、昼公演ね、さあやどうでしたか？はい、あ、私、はい、私です。昼公演、あの今日の昼公演から実はその自己紹介 MC のね流れをちょっと変えたじゃないですか、そうですね、みんな、うん、で多分初めて変えたので、うん、多分見てる方はびっくりしたんじゃないかなって思うんですけど、これからも研究生としてそのパフォーマンスだけじゃなくて、うん、その MC の部分も研究していこうということになったので、うんうん、温かい目で見守っていてください。よろしくお願いします。そう、ね、めっちゃ緊張したよね、はい、そうね、緊張した、そちらのサラ一番手だったよね、うん、はい、でこれから夜公演なんですけど、うん、ちょっと見どころを聞いてみたいと思うんですけど、うん、おお、はい、ゆめ、はい、坂部ゆめです。とですね、本編9曲目の桜の花びらたちという曲をもうここにいる研究生も全員でもね、うん、めっちゃ合わせてね、そうだね、もうレッスン上で合わせた、もう各場所上げ方とかね、うん、何度まではいかないんですけどね、もう足をどこまで上げるのか、そうそう、合わせて、もう 手がどこまで上げるのかなって、うん、なんか変な感じ9曲目みたいに言っちゃったんですけどそのところにも注目していただけたらなと思います。はい、楽しみだね。ぜひ、ね、夜公演 DMM で配信するので、そちらもよかったらチェックしてみてください。ほら、マッシーあんま喋ってなかったからね。マッシーでも元気？元気。コメント出したよ。うん、いいよ。ショールーム再開おめでとう。力、力ちゃん明日行きます。ご報告ありがとう。あ、ひのちゃんおめでとうっていうコメントが多いね。ありがとう、本当に。研究生最高。コメント出すわ。コメント出さない。どうどう。ありがとう。あ、すごい。かえりちゃん緊張？緊張してる、緊張してる、緊張です。久しぶりだもんね。そうね、久しぶりね。みんなメイク上手になったって。おお、言える嬉しい。 DMM はね、すごいそこまで見える。確かに、よかった。あ、そうだね、ありがとうございます。戻りたはい、そうね、何話す？何？あ、そろそろ行こう。まだまだ話すか。そうだね、何話そうかもうネタ切れになっちゃったんだよね。どうしようかな。あ、じゃあちょっと火の、はい、やっぱりなんか、え、渡す、いいですか、渡す。え、なんだろう、え、逆にみんなに聞きたいんだよね、うん、感想を、うん、え、でも本当にお祈りしてたの、うんうん、そう、だからね、でもその雰囲気をさ、壊してないからすごい心配、うん、いやいや、気になったよ雰囲気が、マジいいとこ取りマジ、すごい、可愛かったよね、本当に可愛かったよそうだね、ユニットもね、それぞれのいろんな個性が出てて、はい、いいよね、本当に。今度、スカヒラやりたい。うん、ああ、やりたい。あくまで希望なんで。ちょっと隠すね。やっほー。はい、私でーす。
まです。お疲れ様、ありがとうございます。あありがとう、どうぞ。えします、 DMM 見てね。バイバーイ、行ってきます。また会いましょう。